こんにちは。こんにちは。劇作家の重信です。演出家の土井です。よろしくお願いします。お願いします。はい。演技を褒めて褒めて褒めまくるということで、えー、妻小学生になる第5話行きたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。いよいよ折り返しぐらいのところですかね。妻小学生になるもんはい。行、はい、きましょうか。はい、えー。4分ぐらいのところなんですけど、はいえー、堤さんと前田さんとの部屋のところですよね。うんうん あの強い交流と強い行動が出ている素晴らしい演技だったと、うん、あの思います。うん、あのその後のねテレビゲームもねやっぱすごいそうですね。うんうん、やっぱ強いなんだろうないやこれもここも緩急ですけどもやっぱり、うん、ねなんかこう抜くところというか、うん、もうちゃんとあって素晴らしいですよね。そううですよねなんかこう ムードを、えー、と一番あのドアマのところでね、うん、えと結構シリアスなものがいきなりドンと出てきて、うん、その後ですよねただその結果久しぶりに3人で過ごせるっていうところにやってくるっていうその変化がすごく良かったですよねはいで次が16分はいえ牧田さんがあの、ま、ここ短かったんですけど牧田さんがこうお弁当を食べるところはい <laughs> あのまあ、お母さんに、ねうん、あの作ってもらったお弁当を食べるところ、これ、ね、やっぱね、なんていうんだろうな、すごくね、うん、あの今までのやつが、ね、当たっている背景が、うんね、素晴らしい演技なんですよね。うん、あなんか、あこれだ、これだっていうね、うんうん、そうですね、久しぶりにっていうのもあるしあ<ー>あ、この味だっていうね、ところですよね。うんなんか多分その、えー、うん 実際のこう味が当たってっていうところでしょうね。そうそう,そう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 、うん、素晴らしいよね。うん、で、その,後のあの電話のところも良かったんですよね。素晴らしかったと思います。はい、えと次が24分。はい、ね、このね、牧田さんと杉野さんっていう、はい、このペア、うんうん。そうですね。<laughs> すごくちょっとずつちょっとずつこう進んでいるっていう 2>,、うん、で2人がこう列に並ぶところっていうシーンがあったんですけどすごくねいい交流とあとで距離感がですねねなんかやっぱ、ね、少しずつこう近づくにつれて 2>,、うん、あの2人の体がちょっとずつこう抜けていくというかその、うん、溶けていくというか、うん、あの素晴らしい演技だったと思います。うん まだちょっとやっぱ壁があるというか緊張感がね、ね、<laughs> ありますよねそう、うん。そう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 。いや、そんなかなかね、やっぱりいい感じのところですよね。うん。うん、はい。はい。で、来ましたよ。はい。34分前後のところなんですけど、はい、まあ、えー、前田さんと吉田さんの部屋の <laughs> ところですよね。いやー。いやキレキレですよね、やっぱり、ね。いや 吉田さんすごかったですねのねやっぱ強いエネルギーが素晴らしいですね、うん、あのやっぱそう怒られてることはねなんかこう、うん、残酷だし強いし、うん、ねえ、うん、エネルギーがとにかく大きいねシーンなんだけども、うん、でもまあね演技としてめちゃくちゃ綺麗があるよね、うん、<laughs> 素晴らしいよねいやほん<ー>そうですよねなんかうん 分かるもん。なんだろうあっ<ー>愛、うん、いるよねって分かるしなんかね,ねあのその状況になったらそうしてしまうよねっていうのもちょっとやっぱ分かりますよね<ー>なんかこういろんな不遇が重なってそうなってしまってるというかそういう状況に置かれてしまっていてなんかこうやり場のない何かがね分が溜まってるとか多分そういうことなんでしょうけど。うん そ,うでね、そのあとにさそのオムライスを食べるところだ,だけどあ,<ー>あれもねいやだからねそっちに触れてるからこっちにもね、うん、くんとこう響いちゃうというか、うん、うん,なんか真実から始まってでそれをやってるからこうそのままパーンって次のことが起こるっていう本当綺麗なんですよね体に当たってる素晴らしい演技ですよね。うんうん、いやー<ー>本当に オムライス聞きますよね。あれね。いたね。<laughs> <laughs> すごくね。やっぱりその振り幅というか。うん、そうなんですよね。でね、その絵オムライスがね、食べて、あれ、あれ、ね、ちょっと違うなみたいな、違うっていうか、その。うん、あれはね、うちの子が作れないみたいな。うん、っていうところで、ね、そうで、ねね。近づいていくんだけど、でも。うん あよかったよね、うん。素晴らしかったと思いますね,すね。なんかその確信を持つところが、やっぱり、<の>なんていうんですかね、実際のその行動、そのオムライスっていう現実のものから受けてっていうところが、また素晴らしいところでしたね。はい,、はい、いやでね、なんかね、はい、どん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 、堤さんと、ね、はい、吉田さんと、前田さんっていうこの3人が出会う機会がね、うん、増えてきたからね。うん ああ、そうですね。どんどん確信に。えー、うん。そう,でなうで。なんかちょっと不穏,不穏なやつ出てきたね。<laughs> 何かね、なんか次に繋がる何かが出てきますね。うん、うん。いや、何かこう謎がきっとね、隠されてるんでしょうね。ねそう。<ー>なんかね、それもちょっと楽しみですよね。ねそう。いやいやいや。いやいやいやだね。なんかそう。あの 吉田洋さんの問題をこうこう乗り越えて、こう次にまた何か大きな問題がね、やってくるのかなっていうところですけど、ね、ずっとね妻はその小学生のままなのか、それとも戻ったりするのかどうなのかみたいなところが、これが展開で進めていくんでしょうけどう、うん、ちょっと楽しみですね。はい、はい。はいというわけで、妻は小学生になるの第5話でございました。ありがとうございました。 はい、えー、この動画、少しでもいいなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどしていただければと思います。えー、お気に入りのシーンだったり、お気に入りの俳優さんだったり、ぜひ教えていただければと思いまますすどうぞよろしししくおお願願いいいたします。お願いします